こんにちは、リリーです。さて今回なんですけれども、先日9月16日に神戸に行ってまいりまして、筆豆寿司&ジャーナルパーティー in 神戸に参加してまいりました。そちらの購入品をご紹介しますので、よろしければ最後までご覧ください。それではね、今回の購入品、一応ね、こちらに並べてあるんですけど、実はね、これが全部というわけではなくて、今回、ちょっとね、別の商品もいくつか買ったんですけど、ちょっとね、これは別の動画で紹介した方がいいかなというような商品だったので、今回はね、こちら並べているんですが、もうね、もう見てもらったらわかるように、ほぼほぼリフィルですよね。もうほんまにね、なんかね、魅力的なリフィルがほんまにいっぱいあって、それでね、なんか、そのブースに行くと、お店の方がね、すごいなんか熱量を持って言ってくれるじゃないですか。そしたら、やっぱりそれもね、一期一会かな、みたいなところもあって、このね、あ、これ、ほな、買いますみたいな感じで、もうね、なんかちょろいんですけど、買っちゃってました。そして、こちらもね、一つ一つご紹介をしていくんですけど、こちら、フェミニオンさん。私が今回、筆豆女子に行く前に撮った動画の中で、もう絶対ね、フェミポケ買うぞ、みたいに言ってたと思うんですけど、今回はね、こちらオーダーをさせていただいたので、ちょっとこちらの袋と、それからね、この番号札だけもらってきました。それから、ちょっとね、もうこちらに挟んであるんですけど、こちらね、ノベルティとして、この布のリフィルいただきました。それでいくつかね、柄があったんですけど、このお花の柄にしたところ、このおにぎりさんがすごくフェミニンな感じになったので、すごいね、気に入って使っています。ということなので、これね、フェミニオンさんのフェミポケ、おそらく2ヶ月ぐらいかかるっていう風に伺っているので、こちらもね、届いたらまた動画でお知らせしたいと思います。ということでね、もう盛りだくさんなので、どれから見ていただこうかなと思うんですけど、まずノベルティをいこうかなと思います。今回私がノベルティとしていただいたのが、こちらの3つです。まずこちらは、ユニボール 1P なんですけれども、こちらね、一見普通のユニボール 1P かなって思うと思うんですけど、こっちを見るとなんと、これね、わかりますかね？ここにジャーナルスタイルっていう風に書いてあって、なんかちょっと特別な感じがしてね、嬉しかったです。次にこちらなんですけれども、このステッカーね、ちょっとね、どこのブースさんでもらったのかっていうのが思い出せなくて、というのも、普通にね、なんか、ぼーっと歩いてたら、くれたんですよ。それでなんかその時になんか、どこどこの誰ですみたいなことっていうのをおっしゃっていなかったように思うので、ちょっとわからないんですけど、ありがとうございました。これもね、すごいかっこいいステッカーなので、なんかノートとかに貼りたいなって思います。そしてこちらが黄色ワークスさん。これね、すごい可愛い封筒なんですけど、こちら中に入っていたのは、このね、黄色ワークスさんのご紹介のカード。そして、このね、色とりどりのカバタグです。実はこれも無料でいただくことができました。それで最初ね、この、うーちゃんと同じ革なんですけど、これね、なんかうーちゃんと一緒ですよって言ってね、こうくださったんですけど、なんか他にもね、もっと持って行ってくださいって言ってくださって、それでね、ちょっとずうずうしくもご食もいただいてしまいました。こちらに関しては、革製品を作るときに出てくる端材、ちょっとした、まあ、かけらみたいなものなんですけど、そちらをね、加工して作られているということです。まあ、とは言っても、こう、綺麗にね、形を整えて、穴を開けて、こういう風に刻印をしてっていう風に、ちょっとね、こう、手間をかけて作られているものなので、経年変化を見たりとか、こう、車のキーにつけたりしてね、楽しむといいということなので、ちょっとね、どれかね、車のキーにつけたいなと思います。ということで、ここからは購入品の紹介なんですけど、そうやね、黄色ワークスさんのお話をしたので、こちら見ていこうと思います。こちらは黄色ワークスさんの革タグのなんかめっちゃ豪華版、そして革で作られたディバイダーです。こちらはね、インスタで見て、すごいいいなと思っていたものだったんですけど、こちら今回は茶色を買ってきました。こちらね、それぞれ革製品なんですけど、お値段がびっくりするぐらい安くて、こちらの革のタグが440円。そして、こちらの革のディバイダーが880円ということで、すごくお手頃価格で、なんかすごい安いですねって言って、こんな、大丈夫なんですかお値段みたいな、もっと高いと思ってましたみたいなお話もさせてもらいつつっていう感じでね、買ってきました。こちらはこの川小屋ちゃんにぜひぜひ使いたいなということで茶色を選んできたので、ちょっと早速つけてみたいと思います。はい、早速つけてみました。ちょっと見てめっちゃかっこよくないですか？ちょっとびっくりしました。ちょっとね、今回は川小屋ちゃんを持って行っていなかったので、このね、革の色合いどうかなっていうふうに思ったんですが、思った以上にぴったりで、なんかいきなりめちゃくちゃ高級感が出ました。閉じてみるとこういう感じです。こちらのタグもね、色がちょっと濃いかなと思ったんですけど、こちらね、表面の PPS、こちらの豚さんの皮と色味が結構ね、マッチしていて、すごい、なんかびっくりしました。私、川小屋ちゃん、ちょっと色合いどうやったかなって思いながら、ちょっと不安やったんですけど、いい感じにやってくれてたので、すごい嬉しいです。でね、このなんか金箔押しみたいなのもかっこいいし、これからね、こちらで使っていきたいなと思います。そして、黄色ワークスさんでは、ちょっとね、嬉しいこともあったんですけど、そちらに関しては、以前の動画でアップしているので、もしよかったら概要欄に載せておくので見てください。続きまして、こちらです。アッシュフォードさんで購入してまいりました。小口が可愛いリフィル、それぞれ100枚入りで、お値段がこちら1320円です。ちょっとね、これいいお値段するよなって思ったんですけど、これね、小口。この横の部分がめっちゃ可愛いので見てください。こんな感じです。めっちゃ可愛い。ね、実は私最初、こちらのアーガイル柄を目当てに行ったんです。ご覧のようにピンクと茶色のアーガイル柄。すごい可愛くて、もうね、私の大好きな色味だったので、これは欲しいなって思って行ったら、なんかね、後残り少ないんですけど、っていう感じで、お店の方がこちらを出してこられて、それでね、もともとは4月の筆豆女子で出たものらしいんですけど、これね、風見鶏、神戸といえばね、この風見鶏、結構有名かなと思うんですけど、このね、ブルーの色合いに白の風見鶏ということで、これ絶対うーちゃんに合うと思って買ってきちゃいました。これ小口がね、これ横だけじゃなくて上も下もちゃんとついてるので、これね、挟んだらかっこいいかなと思うので、ちょっと挟みます。ということでちょっと挟んでみました。挟むとこんな感じ。なんかね、この薄台さんのブルーっていうのが、こうやっぱりこう雪とかのイメージだったんですけど、こちらのね、風緑柄挟むことでちょっと海っぽいような、そういうイメージもね、こちらのうーちゃん湧いてきたかなと思います。すごい可愛い。めっちゃ目立ちますね、小口。可愛いです。買ってよかった。アーガイル柄の方は、これせっかくなので、アッシュフォードさんのビタリータ、ライフオーガナイザーに挟みました。どうでしょうか？ここわかるかな？めっちゃ可愛くないですか？ちょっと明るさ的に見づらいかもしれないんですけど、結構ね、なんか他のリフィルともマッチしてるというか、なんか自然に可愛くなっているので嬉しいなと思いました。ということでね、こちら、ちょっといいお値段はしたんですが、もう可愛さがすごかったので、今回ね、購入してよかったです。続きまして、こちら、ポップペーパーさんで購入しました。M5 のリフィルです。こちらはね、結構いろんな柄があったんですけど、今回ね、この下のところにチューリップがついている柄を選びました。これね、なんかもうめっちゃ迷ったんですよ。なんかすごいちょっとメルヘンな感じの柄とかもあったり、クラゲさんとかもあってね、どうしよっかなって思ったんですけど、川小屋ちゃんとか、あとヘリコちゃんに似合いそうかなと思って、こちらの柄にしました。こちらもね、雑記などをどんどん描いていきたいと思います。そしてこちら以前の動画でも少しご紹介はしたんですけど、ビボー6ということで、こちらは長澤さんのブースで買ってきました。これはビボー6のチェックリストがインクになっているというちょっとおしゃれなビボー6です。こちらの使用例としては、こちらはね、YouTube のアップ予定というか、こういうものをね、撮りたいなっていうアイディアを書くのに私使わせてもらってるんですけど、こういう感じでね、書いています。こちらのケースも割と広いので、文字も書きやすくて使いやすいなという印象です。最後にこちら、ノルティさんで購入してきました。これマイクロゴールドのガントチャート風の M5 のリフィルです。こちら見ていただくとわかりますかね？こちらはね、小口がゴールドになっております。ノルティさんで有名なのが能率手帳ゴールドだと思うんですけど、普通の能率手帳と違ってお値段がね、もろく1000円とかしちゃうような高級な手帳があるんですけど、そちらと同じ紙が使われています。ということで、私もそうだったんですけど、能率手帳ゴールドすごく興味があるけど、実物買うのはちょっとハードル高いなっていう方、そういう方がよく買っていかれるということでね、私もこちら購入させていただきました。こちらはね、ちょっと使用例が今のところ私作れていなくて申し訳ないんですけど、紙の厚みとしてはかなり薄いです。こちらのリフィルね、挟んでみました。いかがでしょうか？ここにゴールドがあるのめっちゃ目立ちますよね。それでね、ちょっとこちらの川小屋ちゃんに入れてみようとしたんですけど、こちらね、穴の大きさが他のものに比べてちょっとちっちゃくて、わかりますかね？こんな感じで。だったので、ちょっとね、川小屋ちゃんのリングに入らなかったんです。まあちょっとその点がね、残念かなとは思ったんですけど、こちら、アシュフォードさんの 13mm リングの手帳には入ったので、多分川小屋さんのリングがかなりしっかりされてるからだと思うので、まあ大体の手帳では多分大丈夫だと思うんですが、川小屋さんの手帳をお持ちの方はちょっとお気をつけください。はい。ということで今回はこちら、9月16日土曜日に行われました、筆豆女子&ジャーナルパーティー in 神戸で購入したお品物を紹介していきました。冒頭にもお伝えしたんですけど、こちら以外にも実はあと3点購入しておりますので、そちらに関してはまた別の動画でお知らせしたいと思います。ということでね、今回の動画楽しかったよという方、そして他の購入品も気になるよという方、ぜひね、この後も動画を見逃さないためにチャンネル登録をしてから帰ってください。高評価やコメントなどもぜひよろしくお願いします。それでは今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。